イオンモール川口グリーンシティ時代イオンモール川口は埼玉県川口市のショッピングセンターイオンモール株式会社が運営初代店舗は2018年8月末に閉店したがこれに代わる2代目店舗が2021年6月8日に開業した細胞株式会社新根工場の跡地に立地しており同社から敷地建物を賃借している同じく同社から敷地 建物を沈着している近隣店舗の4モール川口前川とは直線距離で 1.5km しか離れていない。1984年4月15日に株式、外車ダイヤモンドシティにより川口グリーンシティとして開業し、1990年11月に増築した。その後、2007年9月22日に4モール川口グリーンシティに改称。 2011年10月21日に延命称に解消された。営業終了後は別棟も取り壊され、水路移転工事を行っている。減損するイオンモールの中で最古産店舗であるが、細胞との賃貸借契約を2018年9月30日で終了し、2018年8月31日に閉店という形で34年の歴史に一端幕を閉じた。 施設を所有する細胞は、隣接していた川口自動車学校の跡地も含めて、イオンモールとの共同で、周辺街並み景観に配慮した新たなコミュニティ空間の創出を掲げた土地利用を検討していくとしたほか、イオン側も新たな商業施設として生まれ変わる都市、店舗規模を旧店舗比2倍とした新生イオンモール川口として開業することとした。 当初は2021年5月28日に開業予定だったが、新型コロナウイルスによるまん延防止等重点措置が延長されたため、5月25日に暫定開業、6月8日に本開業と延期された。2代目店舗のテナント数は、イオンモール川口前川とほぼ同等の150店舗が出店している。川口市内では2カ所目となるシネコンを、 イオンシネマ川口として開業。駐車場の収容台数が旧店舗の約2倍の約2500台となる。初代、イオン川口店2代目、イオンスタイル川口、イオンシネマ川口川口グリーンシティに関するカテゴリー。ありがとうございます。